そしたらこっちはただもうその上ガーンと乗ったらいい。もうそこで使うけど乗ってそのままもう体重かけてあげたらいい。だから、うん、そしたら今度巻くわな足、はい、足巻いて足巻いたら巻いて安心するわけよ、うん、その時に選手やったやつやな、はい、この腕、この腕をもうしっかりこう持っとって、これ体重でこうかけてもいいんやけど、足巻いてるから安心するからこう 無防備っていうかな、はい、こっちもこのままこう持っとる、これもでいい。こう持ったらもうそのまま上げるもいいし、こう持ってもいいし、構え、こう持ってもこう持ってもそのままこうちょっと上げて、上げたらもう足痛いから足が離すかって、上から腕取りながら押さえてる、要はこう持つかこう持つか、相手力強いのおるからこう持っても構え、こう持ってもだから体重かけてこう別に足巻いてみよう。足巻いた時に膝まで巻かれるとだって取れないの、だからこの膝をまず抜くに、その時に膝を立てる、そうそう、立てたら、その立てる時にさっき言ったように今度反則違うね、ここ持ってグッとするの反則違うね、その時にこうより立ててやったらいい、グルグルする、ここだから、これをここよりここの方が効くね。そこって先生ダメだじゃないですか。いや違う、カメ足やここはカメ、ここを股間をやったんちゃう、足の付け根をキュッとこうしてこれは構いません、これは構いません、そしたらいきます。押すのはいいんです、殴ったらか、要はあのダメやったらさ